どうも皆さん、こんにちは。水色です。なんとまた、アップデートが来ました。早いね、本当に。本日7月4日でございます。昨日のアップデートが、発売から5日後の6月21日発売だから26に来たと思うんですけど、そっから4日で、まだ8日ぐらい経ってかな。ついになんと、また、アップデートファイル配信ということで、レギュレーション 1.12.4 が入りました。つい、10分前ぐらいかなに、確か来てて、急いで確認したんですけど、なんと、軒並みね、ぶっ壊れ武器、ぶっ壊れ要素が弱体化入っているんですが、なんと、自分一押しの、攻略最強〇〇がなんと残ってしまったというところで、自分としては非常に嬉しい。ラスボスとかね、ちょっとめんどくさい敵に対して、これ使っときゃいいやろうや枠がね、あったので、非常に嬉しいんですけど、ちょっと、一つ一つね、見ていこうかなと思います。で、そんなに、まあ、興味ないものとかは、巻きで行くので、まあ、ちょっと急ぎの人とかもね、要点だけ押さえて見てもらえたらなと思います。ということで、まず最初にですね、見ていくんですが、すべてのプラットフォームに、共通するアップデートになっています。で、今回の含まれる項目は、対人専用バランスの調整、そして不具合の調整が入り、パフォーマンスの、まあ、調整がちょっと入ったよっていう感じの項目になっています。非常にこう、先んじてね、急ぎで修正したいっていう感じの内容に見えました。ということでですね、まず一つずつ見ていくんですが、対人専用の調整が一つ、非常に話題になっていたものですね。自分は対人は、遊びとかでしかやらないので、そんなに影響はなかったんですが、確かに結構やられていたものになります。戦技、即残においての他プレイに対する威力と切り裂く真空部分がヒットした際のダメージモーションを、下方修正というところでですね、まあ、対人戦とか対人よくやる方にとっては結構やべえなってなってた話題になってた、戦技即残が下方修正されましたよということですね。そしてバランス調整、武器カーリアの魔術剣の知力能力補正を上方修正し、補正前の攻撃力をわずかに下方修正、同じくカーリアの魔術剣もね、自分はあまり使ってなかったので正直わからない。あと、龍門の探検、龍門のエンジンがですね、以下の武器において投擲攻撃の射程を延長と書いてあります。確かに龍門の探検は短かった。ちょっと見ましょうか。龍門の探検は、まあ、おすすめだよと言ったし、使ってたんだけど、結構短くてもう届かなかったんだよね。この辺からも届かなかったんだけど、どうでしょう。まだ届かない。変わらん。龍門の探検、龍門のエンジン。変わんねえけどな。いや、変わんないね。大して変わんない気がする。いや、若干は変わったんでしょうけど、これぐらいだったら誤差な気がしちゃうね。で、続いて、バランス調整になんとボスも調整が入ってました。クソボスと話題の2と、黄金カバー、首相ガイウスの再戦時のボス配置が初期配置と同じ位置になりましたよっていうところですね。ガイウス見てみましょうか。さあ、ガイウスはですね、自分今これ、2周目で、倒してないので、はい。おー、戻ったねってことは、もう余裕で、位牌を呼べて、回復もできて、なんなら、雫も飲めちゃう。ただ、これに関して当たり判定が、よいしょ！変わってないね。これ、俺、こっちの方がやばいと思う。このね、余計ね、結構むずくて、っていうお話だったと思うんですよね。この突進のね、判定が結構えぐいなって感じはして、ただ、初期配置とかに関しては、1を呼べてたんだよね。まあ、総じてプレイヤーが一番こう悲鳴を上げてたボスっていう判定なんでしょうね、きっとね。まあ、当たり判定は治ってないから多分当たるけどね、みんな。さあ、いよいよそしてですね、来ました。もうぶっ壊れと言って、まあ、火力は本当にえぐかった。全く自分は使わずに修正されてしまいましたけども、連なる火花の代わりにおいて想定よりもダメージが多く発生してしまう不具合の修正。はい、もちろん入りましたと。いや、これはね、ちょっとエグかったもんね。バフ盛りとかした時にエグい量増えてたので、まあ、誰がどう見ても修正は入るよねって感じではありました。今まあ、ちょっと、軽く盛りますか。は？たまんなくなってんだ、これ。うわっ！ういっ！エグ！じゃあもう、本当に、本当にえぐい。本当に。あ、そこまで修正すんだ。まあ、そりゃそうだよな。多分当たり判定すべてがバグだったんだろうな。ここまで来るとは思わなかったけど、正直。
見た今、400だって。で、しかも、ほら、連なってないんだよ、もう。で、前にやった時に、バン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 って出るようになって、下に溜まるのは全てバグだったと。想定外だったという結果ですね、これは。プレイヤーに特定の効果がかかっている状態で、戦技、連なる火花と囲む火花を使用した際に、敵にダメージを発生しない不具合の修正なんてのもあったらしいです。これは知らん。でですね、少し分的には飛ぶんですが、武器、雷の超光瓶、くるみの超光瓶においてダメージが二重に発生する場合がある不具合の修正ってことで、おそらく、連なる火花の香りと、くるみ、そして雷の超光瓶自体の、このモーションってとか、当たり判定ってのが、もうすべてが、もう想定外でしたよという結果になりました。いや、これをね、機にちょっと、違うぶっ壊りにって映ってる方は後でね、自分のおすすめあるので、そっちを使ってください。あ、ちょっと使ってないよ、こっちに。これ、結構救済策でっていうには確かに火力エグすぎたなっていうイメージだったし、まあ、自分の、この、ここに溜めなきゃいけない。こう近づいてって溜めて、これ罰連打してんだけど、動くまでがくっそ遅いのよ。で、ここに連打した後に、まあ、1、2秒経った後に、ババババババッ溜まってこう爆竹のようにここで爆発してたっていうのをね皆さん知ってると思うんだけど、いうのがねすごい不便だったんですよ。こう必死にこう溜めて、うわ全然出ねえっつって自分はダメージを食らっちゃうのがすごい嫌だったので、もう一つのぶっ壊れを結構使ってたんですけど、いや今回はまあ超光瓶がナーフがかかったということでですね、非常に弱体化らしい弱体化が入ってしまいました。さあ、そしてですね、自分の気になっているものとしてはもう一つ、ぶっ壊れとは言わなかったんだけど、性能としては非常にね、まあ、壊れレベルまで来てるんじゃないかなと言ってもいいものが、来てまして、以前ね、直近で動画を上げましたけども、血縁の刃を、例えば左手の武器に付与します。そしたら、左手に持った円盤の投擲とかが、なんか、思わぬ挙動をしますよっていうような、まあ、バグだったらしいんですけど、はい。一回しかヒットしなくなってますね。ここに、まあ、連続で付与しちゃうような不具合があったりとか、ちょっとしたね、まあ、バグみたいなものが見て取れたので、いや、これはどうなんだろうなっていうところが正直なところだったんですけど、まあ、バグというか、想定外だったというところで、出血ももちろんしないんじゃないかなという感じなんですけど、右手の付与属性なんかも乗ってしまっていたので、まあ、もともと、600ぐらい出てて、まあ、そこに出血も乗って、さらに生息性とか、出血の攻撃を乗せることによって、連続3ヒットもしちゃうとか、いうところのね、不具合というか、まあ、仕様としてあったので、その辺の、調整というか、修正も入ったよ、というところですね。なんだけど、ここに、出血も乗っちゃうっていう、いや、マジで、今、エンチャバグがね、乗っちゃってるっていうのが、あとは、右手武器に付与された一部の効果がっていう面でいくと、弱き王の狂い火っていう武器。なんか話題になってたな、これも。これですね、多分。七夜の灯火に属性が乗りますよというところも、おそらくあったんでしょう。まあ、なんか話題になってましたね。これらが、まあ、修正されましたと。そしてあとはですね、一つ立てのガードを伴う攻撃において、敵の攻撃をガードした際のスタミナ消費量が想定と異なる不具合の修正というところで、一つ立ても若干か、修正されてますね。一つ立ては残念ながら自分そこまで使ったことがなくて、まあ試しに使うかぐらいでね、やってみたことがあるんですが、ちょっと精査できるほど覚えてはいないです。なので自身でね、使ってたよって方はちょっと試してみてください。そして、龍門のエンジン以外の逆手剣において両手持ちでの強攻撃の1段目の硬直をローリング回避できないよっていう不具合があったらしい。これですね、龍門のエンジン以外なので、まあおそらくこの逆手剣とかになってくるんですが、強攻撃1段目の硬直。これを、この辺もやっぱ使ってる人だけがちょっとわかるような修正って感じかな。そして続いて、はい、来ました。これを待っていた。待ってはなかったけど正直、違う。まあ、来るだろうと思っていたもの。血の血球でにしておりますが、血気の腕の、なんと、
こちらも入ってしまいました。属性を付与した際の神秘の能力構成と、強攻撃及びため攻撃の状態上の蓄積量が想定よりも高くなっていた不具合の修正というところでした。でこれ能力構成が前神秘 B でしたね。なので C に下がって補正がまあ入ったって感じかな。それでも出血の状態上自分60で199入ってるんで、ちゃんとこうビルド組んで出血をもっと高めてたりすると200超えも全然ありますよって感じですね。でそこからさらに強攻撃及びため攻撃の状態上の蓄積量が想定よりも高くなっていたよっていうのも書かれているので、このモーションに対して出血しますね全然ね。いや全然するよ。あとはまあ血のしぶきとかにちょっとって感じかな。血のしぶきでも出血してたからね。ほい、まあまあまあ誤差じゃない、まあ、出血のあれが CB に下がってそれに伴い下方修正が入りで、まあ、若干強攻撃ため攻撃のモーションというか、その、蓄積量に対する、まあ、補正がありましたよって感じですね。また、199って、他と比べても血の派生にしてても166だったりとか、166だったりとか、このそもそもね、特大武器系でやると、もうそもそもがっていう話なので、非常に高い火力を誇ってんのは、同じく間違いではないんじゃないかなと思います。はい、なので、まあ、また妥当な補正なのかなって感じが今のところはしますけど、またボスとかちょっとやっていくと違ってくるのかなっていう気もしないでもないので、まあ、つどつど見ていきましょう。そしてですね、続いて、見つめる指の進行の能力補正が正しく反映されない不具合の修正がありましたよってところで、見つめる指はというとですね、新ボスの、まあ、隠しボスの追憶交換武器ですね、これかな、見つめる指の、進行の補正が載ってませんでしたよと。ああ、なるほどね。確かに火力が上がったのかな、なんか若干。まあこの辺はいいか。そしてヒノキ氏の体験において一部の攻撃が他のプレイヤーにヒットした際のダメージモーションが想定と異なる不具合の修正。同じくヒノキ氏の体験において一部の攻撃属性が想定と異なる不具合の修正。まあまあまあいいでしょう、この辺は。でそして、龍門系の武器ですね。の、龍門系の武器プラスゴーレムの拳が属性付与時の能力補正による攻撃力の上昇値が想定よりも高かったよっていう、これも自分、直近で試しましたね。冷たい斧と、例えば、まあ、冷たい龍門の斧にした時になんか攻撃力違くねっていうあれでしたね。あ、下がってる下がってる。そう、右武器が、1386、その冷たい歪み斧が1386で、龍門の斧が1600ぐらい火力としてこう数字面に出ていたので、まあ200までいかないんだけど130-140ぐらい、修正入ってますね、数字で見てもという感じの、まあ、能力構成の、上昇値のあれがね変わりましたよと。で他の武器に関しても同じなんですが、自分はねここで比べていたので、まあ、分かりやすいのはここだったので。そして、黒きティッシュ、これねあったんだよね、なんかだから使ってなかったんだけど、敵の最大 HP を減少させ、HP を削りつけ続ける攻撃の効果。要は、ま、黒き刃の効果が放つと思うんですが、切れた時にね、HP 回復する不具合、あったんですよね。なんか、レラーナ戦とかをやってる時に使ってたんだけど、当初。俺なんか、回復したなとは思わないけど、減ってねえなっていうシーンが多くて、やめたんですよね。なので、ま、復活してくれたなら使う価値もあるかな。そして特定の状況下において召喚した味方 NPC の挙動が想定と異なる不具合の修正ということでした。はい、まあ、これはあんまなかったな。でボス黄金カバのガードできない噛みつき攻撃が想定よりプレイヤーキャラクターにヒットしやすい不具合、まあカバも結構エグかったっていう話題だからねって感じで、あとはねテキスト不具合修正、パフォーマンスの改善、不具合の減少の修正というところで、いくつかも入ったみたいです。はい、ここまでがレギュレーション 1.12.4 の修正でございました。いやー来たね。でもなんとですよこれ、気づきました皆さん、一切音がめなし、なんと拒絶のトゲが一切の音がめなしでした。これやばいんだけどな、本当にこれ連打できんだぜ。技量が今、45かの状態かつ
知力進行は本当にもうなんかスパイス程度、調味料程度にしか振ってない、40-40しかない状態で使う魔術、進行が確か24個必要能力値が入っていてっていう感じの武器、魔術なんですけども、出血のあれが非常にえげつないで有名なんですけどね。呼びます。まあこれいらないか。よし、いけー。チャンス。できるだけ持ってねー。さあ見て、このえげつない出血を、お小乱あれ。もう一回いけるな、もう一回いける、どんどんいける、どんどんいける、どんどんいけ、どんどんいけ、どんどんいけ、よし、どんどんいけ、飛ぶんかーい。これこっち来るんじゃね、お、すかさずいけ、よーし、間違った、プロロミスった。でもまあ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 、そういうことですよ。うん、そういうこと、そういうこと。ちょうどね、終わり際にやってたからいいか。ここで。俺のデスクトップで終わるか。はい、ということでですね、今回は、アップデートがついにまた来ましたよというところで、いくつかのぶっ壊れも修正されたものの、自分が押していた拒絶のトゲはですね、なんと、残ってしまったというところで、びっくりな結果だったんですが、またね、魔術と祈祷に関する、調整っていうのは、あんまりなかった。よね、多分ほとんどなかったような気がするので、またちょっと多分後日追ってで来るのかなと思ってます。なのでもし攻略におけるぶっ壊れとか救済戦法がね減ってしまったという嘆いている方は、拒絶のトゲ今見せたと思うんですが、結構いいのでぜひね使ってみてください。まだ使ってない人はマジでこのまま修正されたらね、もったいないまで非常に使い勝手が良くて、個人的には好きです。下踏みなんかよりいいんじゃないかなと思ってるんですけど、自分前世紀の下踏みもね、あんま使うことがなかったので、今回拒絶の時はね、まあ、味を噛み締めてますけども、はい、こんな感じでございます。またね、今後変わっていくと思うので、随時アップデートが入り次第お届けいたしますので、まあ、よかったら見ててください。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。また次回までお会いしましょう。バイバイ。